今夜は泣くとも我が家の手料理でと言い合ってね。うち急いとも。ここへありがたいのですが、今夜はそうしていただきまして。今日で立ちます。俺は忙しいな。なぜ昨日のうちに出てうちにも一晩泊まってくれなかったんだ。女房も残念があるぞ。すいません。どうぞよろしくお願いします。ああ、こういう選曲だ。村井総理、完投期待しますよ。 いや、これは言うだけやろうか。<笑>はっ、やります。知事からもよろしくと申しておりました。ああ、ありがとう。ああ、屋上行こう。 写真を撮ってあげよう。まだ明かりは大丈夫だろう。この写真がちょっと腕前に自信はないがね。<笑>下手に撮ったりすると奥さんに叱られるかな。<笑>ちょっと横になっていくかね。 形状の空も綺麗ですね。雲稜一というところかね。<笑>形状の空も前線の空に続くというわけか。そうですね。<笑>現に今頃こういう空を 特別攻撃隊の南帰化が突っ込んでいってるのかもしれない。そうですな。ん？英雄、ほら、なぜ逃げるか。英雄、どうしてお前そんなところをうろうろしてたんだ。ん？ どこをうろついてたんだ。県外の孤児でね、小路で拾ってきて養っとるんだが。<笑>困るんだよ。放浪壁があってね、居所があるんで社の求人したり大学へ会話したりしとるんだが、 なんかというとうちを飛び出して3日も4日も帰ってこない。うちの女房などもう手を焼いておるよ。それ<笑>いか、奥さんにまで心配かけてはいかんね。さあ来い、一緒に写真立てもらおう。来い来い、早く。さあ早く並べ。 君たちのしっかりする番だぞ。さあ行くぞ。<笑>
ちゃんと分かったさ。心配かった。そう言ったのか。うん。俺にだけこっそりそう言ったんだ。ほら、この時耳の後ろで低い声でそう言ったんだ。 嘘つけ。嘘なもんか。これよ。特別攻撃隊の人がそんなこと言うわけはねえ。嘘つくな。本当だったら、きっと敵の船を休めにすると言ったんだ。嘘だ。本当だ。嘘だ。嘘つき目が一緒に映ってるなんてもったいない。こうして。バトンだ。これ、かじめて。俺は終わったぞ。飾ってくぞ。おい、写真写真。 帰らないんですよ。山っぽこんなにお世話がないでしょうね。違うよ、忘れてた。また何か。お茶くれ、あって。村井さんの写真な。やつが持ち出したんだ。引き伸ばしたの全部ですか。うん。明日手ぶらで村井さんのところ行くわけにいかず、また頼んだので遅くなった。 村井君の最後の写真だろうな。そうでしょうね。こんばんは。こんばんは。どなたでしょうか。こんばんは。はい。あ、奥さん、こんばんは。あ、奥村さんでいらっしゃいましたの。せいちゃん。 局長もお休みですか。実はこのエイルなんですかね。はい、長老今頃踊っていてんでどうしたんだと尋ねても何にも言わないんですよ。とにかく連れてきました。そうですか。あのちょっとお上がりくださいませんか。どうぞ。あ、そうですか。じゃあ。 写真のせいだろう。写真はどうした。ありません。みんなが持ち逃げたんです。なぜ黙って持ち出すか。まあ僕もらくん入りたまえ。
対勝利と一緒に写ってるのを自慢したかったんだろ。そうだろ。よしよし、お前は何か失敗やらかすとすぐうちに帰らなくなるが、これは一番いかん。お前のうちはここなんだぞ。せいちゃんはこういう時にどこへ泊めてもらうんですか。通路にどんないいお家があるの。奥さん、こいつはあの辺に悪い仲間がいるんですよ。局長や奥さんはこいつに対して少し甘すぎると僕は思いますね。甘い甘い。エリュ、お前もう寝ろ。はい。いいか、今度から宿なしの真似をしちゃいかんぞ。わしたちはお前の親なんだぞ。いいか、そう思わなくちゃいかんのだ。分かったね。あ、そうだ、明日はな、わしたち二人は村井少尉のお宅に行ってくる。お前と豊はちゃんと留守番するんだぞ。晩までには帰ってくる。はっ、おやすみなさい。どうも副長はあの子に対して甘いと思いますね。甘いかね。甘いですよ。だからあいつはいい気になってるんです。一旦放浪液のついたもんはなかなか治りにくいらしいですな。一体どんな因縁があるんです、あの子とは。何にもないよな、おい。え、まああるって言えば、あの子はニナチノだってことでしょうね。この人はね、僕村さん、いつでもお酒に酔うと言うんですよ。まあ、俺は七つの年から天外の孤児だ。他人の飯を食いながら、腕一本、すね一本で叩き上げてきた人間だ。金英竜だって今にどんな人間になるかもしれない。だからせめて俺が食ってきた他人の飯よりは、もっと温かい飯を食わしてやれって。あら。こんなことまで言っていいのかしら。言ったわな、仕方がないさ。そうですか。いや、金鋭利なやつもしっかりせんといかんですな。僕村君、あ、僕の敵なのは子供の時から他人の飯を食っとるせいかもしれんぞ。もう朝かい？心中深く来てるところがあったのでしょうがね。ごく当たり前の別れに来たとしか感じられなかった。あ、その写真、横向きの。一つ横顔を撮るからあっち向け。そう言いますと素直に向きましてね。初めて形状の空を見たように、
星上の空も綺麗ですなとしばらく見とれてましたがね、キリッとした立派な姿だった。今でも目に見える。その子ですか。この子は4年ほど前からうちに置いてある子ですがね、ちょうどその時幸せたもんだから。それじゃあ先生に会いに行ってこようかな。そうですか、うん、でももうすぐ戻ってまいりますよから。しかしまあ、行ってきましょう。いかにも先生らしいな。今度の発表があっても一日も学校を休まらないとね。学校ご存知ですか。あ、知ってます。それじゃあ俺だけにとってきて。はい、行ってらっしゃい。学校はあそこを右回ったところでしたね。はい、回るともう見えます。どうですか。どうしたんだ。お尋ねしますが、はあ、この子は何という名前でございますか。ああ、金英寺と言いますよ。どうかしましたの。どうしてこの子がお宅に。ああ、主人が拾ってきましたのよ、4年ほど前に。拾ってきたってのもおかしな言い方ですけれどね、主人が新聞へ書くために鐘楼の裏町をよく歩いてた時がありますのよ。その時報告とは誰の言葉か知ってるかな。はい、楠木正成の言葉であります。そうだ、意味はよく分かってるな。はい、太平記という本には楠木正成のこういう言葉もある。いいか、覚えておけよ。合戦、戦争ということだ。合戦の習いなれ一旦の勝負をのみご覧出られてから。戦争というものは少しぐらい勝ったり少しぐらい負けたりしたので本当の勝負が決まるものではございませんという。正成はこの言葉の後に続けてこう申しておる。私一人だけでも生き残っているとお聞きなさいました。どうぞご安心くださいませ。そう、正成はどなたに向かってこれを申し上げたか分かる。はい、天使様であります。そうだった。いいか、お前もそれだけの覚悟を持って立派にご奉公するのだぞ。はい。壮行会はいつだったかね。はあ、まだ決めておりません。そうですか。じゃあ決まりましたらすぐ知らせてくださいよ。はい、
どうもありがとうございます。いやいや。では失礼いたします。ごめんください。さすがは先生のお教え子だけあって立派なもんですな。いや、申し訳ないですよ。うちの新一郎は断じて死んでいません。そう思うことに決めました。一生報告ですね。そうですね。新聞を読んでまた特別攻撃隊が出動したとあると、その中に新一郎がまた加わっている、逆上陸して奮戦中とあると、その中にも加わっているような気がする。一人の新一郎が至るところでご報告しておく。実際そう思えてしようがないんです。 A 君はやはり同感でしてな。いやいや、断じて愚痴ではありません。断じて愚痴ではありません。一人の新一郎が100人、1000人の新一郎になる、これはわしらの願いですからな。あ、同感です。欲張った考え方はあったな。体力は魅力に似たようですか。こちら先生、生徒たちの集合が全部終わりました。あ、そう。じゃあ白石さん、一つお願いしましょう。ああ、注目。今日は慶城から慶城信奉者の白石先生がお見えになったので、みんなにお話をしていただくように特にお願いをします。みんなよく聞くように。私は皆さんにお話しするつもりでここへ来たのではありません。私も皆さんと同じように小さい時から村井校長先生の教えを受けているものなので、今回発表になった新風特別攻撃隊の神足村井少尉のご名誉なお働きを、お父さんであられる校長先生がどのようにお喜びになっておいでかと、それをお祝い申し上げに参ったのであります。しかしどうしても何かお話ししようと校長先生がおっしゃるので、ここに立ったわけであります。まず皆さんに質問しましょう。村井少尉を知ってる人は手を挙げて。よろしい。ではお名前だけでなく、村井少尉とお話ししたり、お話をしなくとも見たことのある人は手を挙げて。白石さん、実はこの前の帰省来た時、みんなにここで海軍の話をしていきましたのでな。なるほど、そうですか。ここで村井少尉はお話をなさったのです。それはよろしゅうございましたね。これまでは特別攻撃隊だ、神足だというと、なんだか遠いところに生まれた、初めから偉いお方のように思うものがあったかもしれませんが、今度の村井少尉はそうではない。子供の時には皆さんと同じようにあそこの池で泳がれた。皆さんが毎日通っている道を村井少尉も毎日通っておられたのです。決して人の通らない道を歩いておられたのではないのです。皆さんと同じように
この校庭で遊び、あの教室で熱心に勉強なさったのです。今は神様と思われている村井少尉も、決して少年時代から皆さんの到底手の届かない高いところにおられたわけではない。いいですか。私の言いたいのはここだ。皆さんだって村井少尉に続こうと思えば続けないことはないのだ。始まった年ですね。はい。家は焼かれ、父も母も殺されました。母は二人の子を残して引き上げ線の中で死にました。船が朝鮮に着きましてから私は叔父の家に引き取られたのでございますが、当時一つの弟が行方不明になりました。金融中というのが弟の名でございます。金融中、今では弟の顔も覚えてはおりません。この写真を見ましたとき、今まで忘れていた弟の顔がはっきり目に見えてまいりました。戦中で母が息を引き取りましたと、一生懸命にその腕を引っ張って、母ちゃん母ちゃん、動かせば生き返るとでも思ってでしょうか。いくらなだめても重み重み、その時の顔がふっと目に浮かんでまいります。そういう顔しか思い出せないとは悲しい記憶でございます。私にも幼い時の記憶でございますもの、この写真の子が少しばかり似ていましても、弟かどうかということははっきりわかりません。私、思いたいのでございます。こうして、夫が一緒に写っているのでございますもの。夫は、きっと私のために最後に弟を引き合わせてきた。そう思いたいのでございます。お前がいつも心配していた弟はここに、そういう声が写真から聞こえてくるような気がするのでございます。ちょっとお尋ねしますが、村井校長先生のお宅はどこですか。校長先生のお近くです。何しに行く。面会です。面会は分かってるよ。
新聞社の有事です。ああ、新聞社か。あ、あそこの角を回ればすぐだ。あ、そうでした。ありがとうございます。大変なことを思いついたもんだ。いい子、白石さんからの紹介状だ。この子がうちへ 2,3 日泊まり込んで、わしたちのことを小国民新報に書くのだそうだ。いただきなさい。はい、ありがとうございます。君はこんな風に方々へ出かけたことがあるのか。いい、今度は初めて出会います。おお、そうか。白石先生に君はよほど見込まれたのだな。しっかりしなくちゃいかんぞ。私たちは君が来たからというて特別なことはありません。普段の通りや。見たいものがあったら何でも見なさい。尋ねたいことがあったら何でも尋ねなさい。はい。まず村井少尉殿の子供の時のお写真をお見せください。それから学校。お、よしよし。海軍ではな、呼ぶ時に殿をつけない。村井翔一でよろしい。わかりました。英子、向こうで写真帳を見せてあげなさい。はい、こっちでした。はい。よいしょ。誰も声を聞かけないんです。え、宿題だけ来てもらって声があるんです。
ばりでした。あ、おかえり。今、こういう方々がお見えになってね。新一郎が前線基地で出撃前夜に録音したというものを持ってきてくださった。録音？これは容易ならんものを頂戴したぞ。おろそかな気持ちで聞くわけないかんな。わしは体を清めてくる。お前も身じまいしな。新一郎はわしらに泣けと言ってこの声を残したのではないはずだ。分かったな。はい。よし。今日の歌は大変に綺麗です。これが日本だったら日本晴れというところでしょう。お元気でしょうね、父さん。いよいよ出かけます。かねてのおととしのように笑って出かけます。今はうまく大きな敵に出迎えたいと、それだけでいっぱいです。英子、お前にはありがとう言うよ。いいかい、苦しい時には笑うことだ。嬉しい時にはもっと笑うことだ。分かったね。シゲルのことは頼んだよ。子供を立派に育てるのは母親の立派な仕事だ。シゲル、お前の写真を伝えてお父さんは出かける。お前の写真はお父さんと一緒に敵へ体当たりするのだ。大きくなったらこの言葉の意味をよく考える。お父さんの100倍の立派な人間になっておくれ。さて、お父さん、英子、最後にもう一度ありがとう。日本はきっと勝つのだから。
までは皆さん頑張ってください。村の人たち、中でもこれから国家の誕生をされべき学校の子供たちを大いに励ましてください。ジャイさん、その他お世話になった方々へよろしくお伝えください。では行きます。わしもまだ至らんな。何を言い出されるかと気にしたりしてな。嬉しい言葉を聞かせてもらいました。これ何という字ですか？これはシャバという字。シャバ？海軍ではね、海軍以外の世間のことをシャバというのよ。あなたも私もシャバの人。ありがとうございました。僕、いつになったらこんな立派な手紙をスラスラ書けるようになれるでしょうか。あなたは前からエイギューという名前でしたの？はい。インキューとは言いませんでしたの？聞きません。小さい自分、上海にいませんでした？上海？上海なんて僕、聞きません。本当は、僕、どこで生まれたのか、知らないんです。家が焼けたりした、怖い思いをしたことも覚えてない？思いにはありません。大きな船に乗ったこともないの？僕、海なんか見たことがないんですけど、あ
青い海の色を確かに見たいような気がします。人に泡が立ったり、ひたずらが光ったり。なぜ僕にそんなことをお尋ねになるんですか。私もね、そういう弟がいたのです。金英中、もし達者でいてくれるとちょうどあなたの年。金英中、ただそんな気がしただけですの。あなたが似てる年頃ですから。もしか弟が死なずにいるのでしたら、人様に笑われない、しっかりした人間になってますよ。弟のこと思うたびにそう祈っておりますわ。ごめんなさい、ごめんなさい。はい。奥さん、こんにちは。あら、父さんのお母さん、こんにちは。いよいよ、明日が父さんの任意ですね。はい。奥さん、すみませんが、お米7粒いただけませんでしょうか。7粒？はい。宣言場は家で7粒いただいたお米で、あの子にご飯を炊いて食べさせます。ああ、宣言場と同じ意味ですね。はい、そうでございます。ではちょっと。하처야 실라 아이고 부러워라 하처질라니 나갔습니다. 하처질라니 나갔습니다. 애송질라니 나갔습니다. 목살던 연망의 방울이 떨렁하니 새 고양이가 이주석 저구석에서 웅성웅성. 하처야 실라 아이고 부러워라. 고유국이냐 아따모 무스코산 무스코산이 이장을 넘겼어. 아이 소고 오빠님은 사람이 좋아하면 안 Thank you.
英龍さん、今晩は楽しかったの？はい、尊敬の皆さんを羨ましく思いました。お父さんとお母さんがいられて、村中があんなに盛大な壮行会をしてくれるのに。エミリューさんも明日はいよいよ帰りますのね。明日の一番は8時ですよ。時にパーソンを置かないとは、正しやないじゃねえか。どうしたのか。エンジンが回らないんです。木炭ならあるぞ。いや、油が何もないんです。師匠、誰がこんなことをしてもらったんだ。どうしてもバスは動かないですか。動かない。どうもすみません。なんとかならんかね。次にどうしてもダメかね。は、校長先生申し訳ありません。おい、なんとかならんか。あったな、入院するのに遅れちゃ大変だ。どうする。走ります。汽車に間に合うように近道走ります。間に合うか。大丈夫です。荷物は。じゃ、これ。そこを袋だけ持って走ります。そう。では、現地で行ってまいります。丁寧、しっかりやるのだぞ。はい。Thank you.
どうしたんです？エイリュウさん。おばさん、あの油の缶がひっくり返したの、どこです？どこにいたんです？あんたは？まず、動かなければいいと思ったんです。なぜ、なぜそんなことをしたんです？どこ？わけを話して。なぜですか？あなたのおかげで、父さんは三里も走るのよ。あの野の国の人たちも、駅まで送ってあげられないのよ。それはまだいいとして、人間に遅れたら生き返りじゃありませんか。父さんだけの不名誉ではない。この村全産が取り返しのつかない不名誉なのよ。僕が悪かったんです。なぜこんなことをしましたの？僕、この村が好きになったんです。教育のことです。え？僕、あの金融中という名前でしたら、どんなに嬉しかったか知らないんです。無頼少尉の弟です。仮に弟が生きていたとしても、引っ張れない弟でしたら、私会いたいとは思いません。思ったことの半分も書けないんだ。同じ車、どこへ？
まさかお前、黙って家を出てきたんじゃないだろうな。ええ。立ちません。立てない。それじゃお前は書けないからと言って家を飛び出してきたのか。僕には。ほら。どうしても書けないものを無理に書けたんや。しかし、書けないと言ってすぐ逃げ出すというその証明がいかんじゃないか。お前は、来将医のお宅まで行ってきたくせに、特別攻撃体制心を掴んでは来なかったのか。最後まで努力してみようともしないのか。いいか、特攻隊員には、明日突入という最後の日にでも、どうせ死ねばいいのだと言って訓練を怠けてる者はそれもらんぞ。エイリューが。エイリューはここにいるじゃないか。くたぶれたんで頭を冷やしに出たのさ。透明に宇宙を飛び出すもんかなあ、エイリュー。どうしてあれを破ったの。みんな読みましたよ。とってもよく書けてんの。おう、書くことは一応書いたのか。そうか。どうしてこれをやめたんだ。これにはお前の真心がこもっている。どこが気になるの。そうか、先生の奥さんも無愛想の声を聞かれても涙一つお講師にならなかったのか。村井翔の奥さん、何かあなたに犬の話を聞かなかった。聞きました。弟があるはずだっておっしゃったでしょ。はい。金英一って弟があると教えました。金英一、あんた本当に金英一っていうの。金英一とは言わないの。僕にはわからないんです。でもそうじゃなくてもいいんです。どうして。僕たちが自分は村井翔の弟だと思っていればいいんです。僕にはパンがあったんですが大きさが違うんです。
清流。この記事評判がいいので、わしは喜んでるんだぞ。この心込めて一生懸命に書くと、やはり人は見てくるもんだな。すんで、私はちっとも幕をかけたと思いません。来週のお宅は、私の書いたのよりもっともっとご立派です。お前、この3、4日うちにすっかり大人になったな。驚いたな。記者見習いにするって社長にも通してあるから、勉強するんだぞ。先生。なんだ。私は、村井将棋の後に継ぎたいのです。海軍に志願したいのです。海軍に？はい。海軍特別志願兵に。ぜひとも司会したいのです。村井将棋の後に続きたいのです。半島にだけでも、数えられないほど大勢いますです。